三菱、デリカ三菱、デリカ D に鈴木ソリオ三菱、デリカ D にデリカ D には、三菱自動車工業が販売するトールワゴン。生産は鈴木セガラ工場が担当、ソリオの姉妹車種である。三菱自動車が鈴木からソリオの OEM を受け販売されている車種。鈴木から OEM 供給を受けるのは、日本向けでは初となる。 2015年8月にソリオが3代目にフルモデルチェンジしてからも変更なく継続販売していたが、それから4ヶ月後の同年12月に初のフルモデルチェンジを行い2代目に移行。2020年11月にソリオが4代目にフルモデルチェンジされたのに合わせ、翌月に3代目へフルモデルチェンジされた。なお、三菱のトールボディサイズはトップ。 BJ ワイドに比べて、全長、全幅、全高すべてで拡大されており、ホイールベースも拡大。室内長は、現行の3代目モデルの場合、トップ、BJ ワイドに比べて 785mm 長くなっている。エンジンにおいても、総排気量がトップ、BJ ワイドより 148cc 多い1.2リットルエンジンとしており、最高出力は 13PS。 最大トルクは 1.5kg、M それぞれ向上されている。リアドアはトッポ、b j ワイドがヒンジ式だったのに対し、スライド式となっている。基本的に OEM 元であるソリオと大きな違いはなく、エンブレムが異なる程度。グレード体系が一部異なっており、サイレンカグレードの G やカタロググレードのアイドリングストップ搭載車の設定が、 なかったが、2012年10月にアイドリングストップを搭載した SS&G を追加した。本グレードはソリオでの S アイドリングストップに相当する。2014年2月には 4WD 専用グレードの G4 を、同年8月にはエントリーグレードのリミテッドを順次追加した。なお、ソリオの派生モデルであるソリオバンディットに相当するグレードの設定は、 本題では設定されなかったが、販売店装着の純正アクセサリーに、ソリオでは、設定がないメッキグリルが用意されており、サンナンバーミニバンのシリーズ車種であるデリカ D5 を彷彿とさせるデザインとなっている。また、全車が、平成17年度排出ガス基準75%低減レベル、認定を取得しており、リミテッド G4XS は、 平成27年度燃費基準 SS&G a は平成27年度燃費基準プラス20%をそれぞれ達成している。初代同様 OEM 元であるソリオと大きな変更はなくエンブレム類の変更程度であるがソリオ G 相当のガソリン車が設定されないためマイルドハイブリッド専用車種となった。エンジンを新型の K12C 型に置換し、 車両重量の大幅な軽量化により燃費を向上し 2WD 車は平成32年度燃費基準プラス 10%4WD 車は平成32年度燃費基準をそれぞれ達成した2017年1月にはパラレル方式のハイブリッドシステムを採用したハイブリッド車を追加トランスミッションは三菱車では8代目ミニキャブ版に次いでの採用となる5速。 自動マニュアルトランスミッションを採用する。JC08 モード燃費は 32.0kmL で平成32年度燃費基準プラス20%を達成する。ソリオのマイルドハイブリッド車及びハイブリッド車の左右、フロントフェンダーとバックドアに装着されている、ハイブリッドロゴの専用エンブレムはデリカリーにでもそのまま装着されており、ソリオ同様、マイルドハイブリッド車は 背景色が銀、文字色が青、ハイブリッド車は背景色が黒、文字色が銀となる。初代、二代目同様、OEM 元のソリオから大きな変更はなく、エンブレム類の変更程度となるが、二代目同様、ソリオ、G 相当のガソリン車の設定がなく、四代目ソリ、を同様に二代目の途中から設定されていた、ハイブリッド車の設定もなくなったため、 マイルドハイブリッド専用車種に回帰された。なお、2代目では3代目、ソリオと同一デザインだったハイブリッドロゴの専用エンブレムが、3代目ではエッククロス、エッククロススペースや2代目エックスペースと同じデザインのエンブレムに変更され、リア右下のみの装着となった。WLTC モードによる燃料消費率及び排出ガスに対応し、 平成30年排出ガス基準50%低減レベル認定を取得したが、4代目ソリオ及び3代目ソリオバンディット同様に JC08 モードによる燃料消費率が低下したため、全車、平成27年度燃費基準プラス5%達成となった。デリカは荷物を運ぶ車の略 D2 の2は同社のモデルを5段階でサイズ 排気量で区切った際、軽自動車の次に大きいということを意味する。デリカ D5 の場合、5はこれまで5代目を意味していたのだが、今回を機に5段階で最も大きいモデルという意味も込められた。なお、三菱のミニバンシリーズは今後、デリカのネーミングで統一されることとなっており、デリカ D2 の発売から約7ヶ月後の2011年10月27日には、 シリーズ車種となる5ナンバーミニバ2番デリカ D3 が発売されている。ありがとうございます。